天馬切子とは、大阪市北区の天馬、切子株式会社が生んだ、オリジナルブランドのカットグラスであり、美術的工芸品である。天馬切子のグラス、天馬切子のガラス商品、江戸切子や、薩摩切子は、主に V 字型の葉を用いたシャープで、規則的な模様が特徴である。これに対し、天馬切子は、主に U 字型の葉でかまぼこ掘りを施している。手になじむ。 角のないカッティングで仕上げられ、薬品処理せずすべての工程を手作業で行う、手磨きと呼ばれる手間のかかる艶出しを行っている。グラスの底に刻んだ模様が、側面部分に映り込むようにカッティングされ、酒を注ぐと光の屈折でそこから徐々に模様が現れ、万華鏡のように輝く。鑑賞する美術品の要素と、実際に使われる美術的工芸品の要素を、 金備えている。大阪ガラス発祥の地の日ガラス商人の針間や、九兵衛は江戸時代にオランダ人より伝えられたガラス製法を長崎で学んだ。その後大阪に持ち込み天満宮近くでガラス工芸を始めたと言われており、大阪天満宮正門脇には大阪ガラス発祥の地の石踏みが残っている。1819年には渡辺朝吉が大阪に、 ガラス工場を作った。同じ頃にガラス製造法が江戸に伝わったと言われている。このためガラス製造の開始は江戸よりも大阪の方が早かったとされる。1882年には大阪最初の洋式ガラス工場が新設され、同地に日本ガラス会社が設立した。1888年には日本ガラス会社を退職した島田孫一が 天馬地区に島田ガラス製造所を起こす。島田孫一市は大阪における洋式切子の端緒を開いた職人の一人であり、大阪の近代ガラスを象徴する人物だった。これ以後、大阪市北区天馬界隈の寄木町、道新町を中心にガラス工場が増えていき、大阪のガラス産業は急速に膨張する。 その業者の数は東京をしのいでいたとする書籍もあり、王子の盛況ぶりがうかがえる。ガラスのビー玉が初めて国産化されたのも大阪市北区である。その後、国内の競争や安い輸入品に押されて流星を誇った大阪のガラス産業も衰退した。2010年代には大阪ガラス発祥の地である天馬界隈からガラス工場はほとんど姿を消した。 1933年に創業された、浦ガラス加工所が1998年に、キリコ工房裏ウトヤホを改め、浦竹一が生み出した技法で作られたキリコを、天馬キリコと命名して商品化した。浦竹一が他界した後は、浦高寺に事業が引き継がれる。2016年9月5日放送の、スマップスマップにおいて、元大阪市長、橋本徹は、スマップメンバーに、 天馬キリコを贈呈した。2019年に天馬、キリコ株式会社、キリコ工房を、をラウとして法人化され、技術継承された職人たちの手によって天馬キリコが作られており、その特徴を踏まえた新たなデザインの製品も生産されている。2019年 G20 大阪サミットで各国首脳及び国際機関の長へ天馬キリコが 国賓贈答品として贈られた。ありがとうございます。